こんにちは。ご機嫌九星カウンセラーの和佐隆代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌九星を使ってみんなで幸せになりましょう。では本日は2021年三碧木星さんの運気についてお話ししていきたいと思います。今年の三碧木星さんは、いろいろなことが起きてきますが、絶対に投げ出さないでください。そうしないと後々もらえるね、いい運気がね飛んでってしまいますので、ぜひ今年は耐えてください。ではその耐え方についてアドバイスがありますので、ぜひ最後までご覧ください。三碧木星さんは今年は時刻土星さんの部屋にいます。こちらの年番を参考にしてください。では、三碧木星さんというのは基本的に、とても行動力があって頭のいい人が多いと言われています。でそういった人にとって今年はね、いろいろなことが前に進まなくって、ちょっとねイライラするっていうところがあると思います。でそのイライラを爆発させてしまうと、すごくもったいないことになってしまうんですね。それはどういうことかというと、この9年のサイクルの中でやはり、バイオリズムでね、いい時悪い時もちろんあるんですけれども、今はね自分が成長するために、試練が与えられている時というふうに捉えていただきたいんですね。ですのでなんかこういろいろうまくいきそうになってそこでこう止まってしまうとか、今までね、コツコツ積み上げてきたものが目の前で、待ちぼうけを食らうみたいな感じがするかもしれません。それは自然界で説明すると、秋になると収穫の前にですね、台風が来る時期があると思うんですね。お米がたくさん実ってきた、だんだんね結実して実が膨らんできたって思った時に、台風がね根こそぎこう倒していくとかっていうことってあると思うんですよね。その台風のようなそういった一年なんですね。聞いてるとね怖く感じるかもしれないんですけれども、やっぱりそれを備えるっていうことがすごく大事ですね。足元をしっかりして、身をかがめて、嵐が去るのを待つっていうことなんですね。でこれを、生活の中で例えていきますと、物事がこう前に進まない時に短期を起こしてしまうと、5年後、4年後、5年後に得られるせっかくのね、収穫が得られなくなる、あるいは、得られるものが少なくなるっていうことなんですね。今しっかり耐えておくことによってその実りがとっても大きくなるわけです。人間としても、成長するとき、結実するといってね、実を結ぶときっていうのは、人間ね成長するっていうときはやっぱ苦労をするからこそ、器が大きくなるとか磨かれて、強くなるとかっていうことですね。そしてダイヤモンドも磨かれて輝いていくっていうことですね。そんな風に私たちは、楽をしていろんなものが整っていくっていうわけではなくて、やはり、我慢をしないといけない時もあるし、そしてうまく、早く行動していくことが必要な時もあるわけです。で今回、時刻土星の位置というのは、ゆっくりと着実に進めていくということがすごく大事です。三碧木星さんは1を聞いて10を知るぐらいにとても頭がいいので、ちょっと聞いただけですぐに行動に移して先に進めていきたくなるんですが、今年はできるだけ着実にゆっくりゆっくり進めていくようにしてください。仕事でもね、例えば営業の仕事でいつもの調子でうまくいきそうだなって思った時に最後に大きな壁がやってきたりします。ですので、長期戦でゆっくりゆっくり進めていく。でその中でなかなか進まない、自分でこううまくいかないなと思った時に、重要になるのが目上の人に相談してそのアドバイスを素直に聞くことによって物事が前に進みやすくなります。そして自分のイライラもね解消されていくと思いますので、ぜひ目上の方に相談をしてみてください。一見なんか損をしているなとかうまくいかないなって思って見えるようなことが、実は数年後には、
あの時があったから今こんなに恵まれているんだなとか、あれがあったから自分がこんなに成長できたんだなっていうことを必ず実感することができます。ですので、大きな視点ですとか長いスパンで物事を見るということがとても重要になります。いつもの速さを求めるではなくて、もっと長いスパンでゆっくりと自分の人生の、計画の一部だと思って今年を、頑張っていただきたいと思います。でその中で、今年ぜひやってみていただきたいことは生活習慣を見直すということです。ついつい私たちは、生活習慣って乱れていくことが多いと思うんですけれども、今年はね、自分の生活のルーティーンをきちんと決めてそれをこなしていくっていうことに集中をしてみてください。驚くほど、自分の、心が穏やかになります。で、毎回いろんなことが起きてくるとそれに翻弄されて感情ってとても、乱れやすくなるんですよね。ですので、毎日ルーティーンで同じことを繰り返していく。そしてそれがもし、乱れたとしてもまたセンターに戻ってくる、いつものポジションに戻ってくるというふうにしていただきたいと思います。乱れると感情も乱れてしまって何事も嫌になってしまうので、できるだけルーティーンを毎日淡々とこなしていくということにフォーカスをしてみてください。そうすることによって精神的だけではなく、体の方も整ってきますので、心も穏やか、そして体も楽になってくると思います。今年の仕事運で言いますと、何事も前に進みづらいというイメージがあると思いますが、目上の人の助けを借りて前にぜひ進めていただきたいと思います。金銭面ですけれども、できるだけ、貯蓄に回すようにしていただいた方が良いと思います。そして恋愛面ですけれども、今回はですね、いい出会いというのは難しいかもしれませんが、このような、苦労をしている時に出会う人というのは自分の人生の伴侶になり得るような人であるかもしれませんので、よく吟味してお付き合いいただきたいと思います。そして人間関係の部分で言いますと、家族や血縁者などをぜひ大切にしていただきたいと思います。健康面では生活習慣を整えることによって、心も体も、順調に落ち着いていくと思いますので、健康運が上がっていくと思います。乱れた生活にならないようにぜひ習慣化をしていただきたいと思います。何事も早く行動に移す三匹木星さんですが、今年はぜひ着実にゆっくりと前に進んでいただきたいと思います。今年の頑張りが4年後5年後の大きな収穫につながっていきますので、ぜひ人間の器を広げるですとか成長するという年にしていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の内容が面白かったよという方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回は白く木星さんの運気についてお話ししたいと思います。ではさようなら。